ゆっくりドラム講座。指を使った連打。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者から響き動画まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。今日は連打にも種類があるということを伝授します。まず一つ、ダウンストロークとアップストロークを繰り返す連打、いわゆるダウンアップ奏法です。ダウンアップ奏法を知らないって人は上の動画をどうぞ。二つ目、指を使った連打、格好よく言うとフィンガーストローク、手の動きにご注目ください。叩きます。と、連打する時の手の動きをものすごく大まかに分けると、指を使うか使わないかです。ダウンアップ奏法の時は指は使いません。主に手首を使った連打です。フィンガーストロークの時は文字通り指を使って連打します。こうやって連打の種類を説明するとよく聞かれるのは、指を使うのと使わないのどっちが良いのですか。答えは簡単、両方良い。時と場合によって使い分けましょう。まず、指を使わないダウンアップ奏法はダウンストロークとアップストロークの単純な繰り返しとなるので、出る音に強弱がつきます。ハイハット叩く時とか、うねるようなタム回しをしたい時は強弱がつけた方が圧倒的に格好良いですね。だから音に強弱をつけたい時はダウンアップ奏法で連打すればいいですね。もう一つのフィンガーストロークの方は指の開け閉めを繰り返して連打することになるので、音に強弱はつきません。タタタタタタ。ひたすら同じ音です。そういう風に無機質に連打を叩き込みたい時、例えばメタルで使われるブラストビート、これは音に強弱がついてなくてひたすら連打の方がかっこいいので、そういった時にフィンガーストロークを使うといいですね。あと、どっちの方が早く叩けますかと聞かれたりもしますね。私のやってみた感想では、どっちも練習すれば早く叩けるですね。こういった論争はキノコの山とタケノコの里、どちらがうまいのかというのと同じ、それぞれ言い分があるので、両方やってみて早く叩けそうなのを選んでください。まとめると、音に強弱をつけたければダウンアップ奏法、つけたくないならフィンガーストロークです。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクールドまでぜひどうぞ。 Twitter のフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一押しよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資が私の希望になります。まではお別れです。ねえ、簡単でしょ。